こんにちはディスカバリーレイジーチャンネルです皆さんお元気ですかえー、っとね、もういきなりなんか暑くなったり寒くなったり忙しいですけど何が恐ろしいって、えー、12月もう後半に差し掛かっているというねなんかもう年末のね騒ぎが始まってるというね、えー、状態の中ねなんか今日あのー、自民党にあれですねあの検、ー、察がは踏み込むっていうさ <laughs> あれちょっとさ思うんだけど なんか、週明けにも、みたいなさ、予告が入ってたじゃないですか。なんか、入りますよ、みたいな報道があって、ってことはさ、入られますよ、ってことはさ、もうだいぶ前に分かってて、対策打てるよね。あれよくわかんないですけどね。なんか、なんか悪いことしてる人たちがいるらしいぞ、ってなって踏み込めって時はさ、誰にも言わずに踏み込まないとあんま意味ないんじゃないかなってちょっと思って、 ったりもしますよねなんかパソコンにねドリルで穴開けたりなんかするみたいなこともあったらしいなんて話も聞きますからえー、ねまあとはいえねまあちょっとまあなんかちゃんとしてほしいっていうのはもう本当に山々だし何かかねなんかそのみんなのねせっかく頑張って働いてもさ半分以上国に持ってかれてさその国が分ければ分かんないなんかお金の使い方してますよって報道ずっと見てるじゃん。 なっちゃうよね。まあ、テレビの報道っていうのは普段あんまり見ないですけど、どうもなんか聞くところによるとだいぶ違う話をね、放送してるっていうかね、なんか、なんかちょっとね、ネットはデマとかね、ネットは陰謀とかいうふうな、えー、テレビは真実みたいなね、言い方をテレビの方はするっていうさ、で、ネットの方はさ、ネットの方でさ、テレビは全部嘘って言ってさ、もう、ここなんとかな、 最大の分断は今そこにあるような気がしますよね。だから多分これ見てる人も半分以上はテレビ見てませんよっていう感じなんじゃないかって俺実感であるんだけど若者なんかもほぼ見てないですからね。ただその選挙に行くのが老人だけで <laughs> 老人ばかりで老人がみんなテレビを見ているみたいなところの膠着化みたいなのがまあねいた20年間の地獄みたいなさそんな印象をやむなしっていう話はともかく。 <laughs> えー、老人といえばですねあのー、まあ憧れの老人の一人ですけど宮崎駿さんのドキュメンタリーが、まあ、毎度のことながらこう NHK でやるっつってさもう大騒ぎになって、えー、でねまあそのまあ前々からねそのあれ面白いっちゃ面白いんですよねあの面倒くさいでおなじみですからねだら宮崎駿が面倒くさい面倒くさいってこう連呼しながら頑張る宮崎駿。 に密着ドキュメントってさ、なんかさ、ずーっと張り付いてるさ、方が、何ね、何十年も張り付いてる記者の方が、えー、編集したドキュメンタリーとかね、非常に個人的な視点で撮られてるというかさ。で、俺はポニョの時すごい思ったんだけど、なんか、どうもこれ面白いけど、何が面白いかって本人の所作、えー、パワーワード、 ね。めんどくせえにいい、象徴されるようなね。それから、まあちょっと感情的になってる部分とかさ。そこばっかり切り取られてんなっとは思ってたんですよね。あれね、いい大人だしね、宮崎駿ってインテリですよ。<laughs> むちゃくちゃな。で、ああいうところだけ見ると、もういつも怒ってるおじいちゃんに見えるけど、あれそんなこと絶対ないと思うんだよね。特に宮崎駿さんはね、富野さんもそうだけど、そこ切り取ったら、 数字取れるって思われてる嫌いがあるよね。多分、あの人に限らずだと思うよね。で、ポニョの時に、なんともふわっとしたまとめだったんだよね。あのね、サイケデリックなね、あの、いかれたアートね、ですよ、あれは。崖の上のポニョって。個人詞と、 ファンタジーと妄想と虚構と、それから欲望と、みたいなものがさ、入り混じったさ、その、カオスじゃないですか、あの作品って。で、まあ、まださ、その、なんだろうな、千と千尋なんかはさ、ある程度整理されてる部分があるんですよね。その、え,え文脈的に、日本みたいなさ、ものとか、えー、まあ、元ネタなんかも、まあ、わかりやすいんで。だけど、ポニョに関しては、 混沌なんですよね、あれね。で、しかも、その個人、個人の問題。お母さんっていうね、お母さんに抱かれたいっていうさ、その子供なる宮崎駿自身の、えー、まあ、遺作として作ってたんでしょうね。その延長上に、まあ、その遺作シリーズがずっと続いているのが、宮崎駿の面白さで、なんか、その、 凄さみたいなものにさ、全然迫られてな、迫れてなかった印象があったんですよね。で、まあ、その後も、まあ、なんか、やってたみたいですけど、今回、あのー、すごい作品だったじゃないですか。君たちはどう生きるかって。あれもなかなか、まあ、ね、その横尾さんの時に、ね、フェリーニの話してましたけど、ハッカ二分の一。フェリーニに象徴されるような、えっ、ー、と、俺のば俺の話。 おじいちゃんの回顧録、もしくは、えー、っとね、その、心を病んださ、クリエイターのさ、内面ワールドを旅する話っていうかさ、だからまず非常にこう、なのかな、寂しいし、辛いんだけど美しいし、みたいなさ、その、まあ、なんつうのかな、映像的シュールレアリズムなんだろうなと思うんだよね、あれね。それで映画っていうのはさ、なんかそういうのにの、向いてんだよね。心の中を表現するっていう、 媒体としては映画すごい贅沢でさ。で、それをさ、ある程度さ、物語のライン引っ張れば、それなりのエンタメにもなるし、そういったね、なんか、そんな、そんな、心の中のサーカスみたいなさ、そんな感じだよね。それがハッカ二分の1だし、まあ横尾さんの作品もそうだったけど、なんか、宮崎駿ってそういうところにこう入ってって、だから面白いんだよね。で、今回もすごく、すごくそうだったの。ほんで、 あのー、それでじゃあドキュメンタリーね、騒がれてるし見ようかなと思って見たんですけど、大体その、国評が多かったですよね。なんか、ドクターとかゃ、島さんとか、まあ、その、あんまり良くない感じの評判だったんで、まあ、覚悟はしてたんですけど、いやもうちょっと、え、まあ、先に言っちゃうと、ええー、まあ、非常につらかったですよね、見ててね。で、面白いところもあるんですよ。だけど、 これね、あまりにもこれね、まずね、ドキュメンタリーとして、悪いところが全部出ちゃってるっていうか、で、テレビのドキュメンタリーってね、今に始まったことじゃなくて、前もうこのディスカバリーで言ってますけど、カメラを寄れば、その本人に迫れてるって勘違いしてるんですよね。だからもうひどいっすよ、宮崎駿の、あの、ドキュメンタリー、目のこのあたりのアップがやたら多いでしょ。クラシックにも程があるよね。 そう、だから、それってね、70年代とか60年代のね、ドキュメンタリー見るとやったら出てくんの。で、それやめた方がいいと思うんだよ、本当に。あれは、作り手の自己満足なんだよ。迫ってますよっていうさ、テレビの演出なんかでもよくあるんだけど、インタビューの最中で、核心に迫った時に少しずつ寄ってくるでしょ、カメラが。あれは、核心に迫ってますよ、演出なんだよね。 でそうすると見てるが、もうなんか確信に迫ったこと言ってんだろうなっていう感覚になるっていう一種のテクニックなんだけど、あれに溺れすぎていくんだよね。特に一人の人間が、あの、誰かに迫らなきゃいけないと思ってやってる仕事だと、あれはなんか起きがちですけど、でも、えー、やりすぎると冷めるんだよね。むしろその暑苦しい画面になってくるっていうか。ちょっとなんかその、普通に喋ってるカットが少なすぎるんだよね。 あれやったら、100年インタビューの方が全然いいよね、NHK のね。なんか、たっぷりと喋ってもらうっていうか、本人にで。その、なんかその、プライベートだからこそ見える部分っていう価値はある、あるよ、確かに。だけど、普通に喋ってもらっていいんじゃないかなと思うんで。で、宮崎駿自身は、もうね、そうやって喋りたくないんだよね。喋りたくなくて、もうインタビューのなじゃあ、じゃあ、喋りたくなくて、作品の中にあるよって言ってる人なんだよね。 追っかけたところでそう、ね、その作品以上のものもは取れないよねであともう一個すごいねここ難しいところなんだけどあの作品もしくは宮崎作品の理解の深度ねどれくらい理解してるかによって宮崎さんを取るその視点が変わっちゃうんだよねだからこういうこと言ってるけど実はこういうことを言ってるよなとか。 これはいつも言うことだけど、本当はその背後にこれがあるよなっていう、ある程度の理解があれば、えー、あんな顔はしないと思うんだよな。<laughs> つまり、あんな顔はしないって。宮崎駿がカメラに向かってあんな顔はしないと思ってんの。うんざりしてんの。表面取られることに。で、こういう画角取っとけばいいって。何回撮ったら気が済むんだよ。もういいだろうって言ってんじゃん。あれ結局ね、関係性が作れてないんだよね。だから、あの、ある程度は、まあ、 近い関係にはなるよねだけどお前だって話してもいいよっていう関係性が作れてないところでの態度に見えますよね。そこでなんかブチ切れてるところのカットバックその切り張りの連続とあと宮崎駿を頑張って書くっていうのと巻き終わるっていうカットを繰り返し繰り返し出てくるんですけど。 巻きを割ってるっていうのが創作をしている何かにこ迫っているってことの象徴にしようとしてたっていう。で、それで途中で最後の方になると巻きがうまく割れないっていう。で、あと、この巻きを割ったらコンテができるっていうカットがあるんですよ。多分あそこから発想してると思うんだけど、コンテを書く、映画を作るっていう行為と巻きを割るっていう行為をこれ重ねて表現できるなと思ってやっちゃってるんだけど、それやっちゃダメなやつだ絶対に。あのー、それは、 えー、自分の映画でやれよって話なんで、よね。<laughs> 自分の作品の中でやれよとか、ドキュメンタリーの中で恣意的にそれをやりすぎるとか。これ多分ね、まあおそらくなんだけど、すごい勢いで回っている創作をしている作家のね、そばにいるとね、まあ、やっぱり自分もね、創作の波動に巻き込まれるんだと思うんだよね。で、何かしらゼロから、あ,あの、新しいものを作ろう。まあもちろんゼロじゃないんだけどね。 その新しいものを作ろうと思って創作にのめり込んでいる人をずっと取っていると自分も創作をしなきゃいけないもしくは創作してもいいんだって勘違いするんだと思うんだよね。あればそのディレクターの,その創作物になっちゃってんの。でも創作物って非常に恣意的だよね。だからドキュメンタリーとしても質が悪いっていうかドキュメンタリーはもっと引いてあの 事実と、それから相手に委ねる部分とか、なければいけないよね。で、だから、特に、今回のドキュメンタリーは何を見せるかっていうことをはっきりさせようとしてて、それは高畑さんが途中で亡くなったから、制作中にね。だから高畑さんを追いかける宮崎駿っていうのが、非常にこう、はっきり見えたんだと思うんでね。で、そこに絞っていくっていうのと、まあ高畑さんに会いたいよっていうね。 高畑さんのが消しゴム持ってっちゃったんだって。あれこれだな、これだな、これだなと思って拾い、拾ってって最後作っていくっていうか。だから、あれはその、長回ししたその素材の中から、高畑を追い求める宮崎駿っていう像を作り上げちゃってんのね。で、で、しかも、あともう一個ね、すごくね、気になるのがね、あのね、狂気だよね。創作の狂気に入ることを、 こういうことがあるかなと思ったけど、実際にやってみると、その、全然楽しくないよみたいなことを、まあ彼は言ってるカットとか。まあある意味そこは貴重な部分ではあるんだけど、何度も体験してると思いますよ、あの人は。創作の狂,狂気を。それは作品を見てればわかる。ね。ある程度もい,いっちゃってんだよね、途中から。それが彼のその作家性だし、良さでもあるわけ。で、それをさ、なんか今初めてそうなりましたみたいな感じになってるけど、そんなことは全然ないよね。 で、同時にねあのー、気持ちいいんだよあれ創作の狂気に入ってる時ってでねあの、面倒くせえって言いながら楽しんでんの楽しくなかったらやんないよだから、ね、何が楽しくてやってんだろうね何が幸せなんだろうねって言ってるその鈴木さんの鈴木敏夫さんのそのセリフっていうのをインサートしてあったけどあれ多分作り手の気持ちねそ撮ってるディレクターの気持ちを代弁してるんだと思うんでそれは クリエイターじゃないから意味がわかんないんだよね。その喜びっていうのが。そあれはね、根拠があるに決まってんだよ。で、その根拠は快楽に決まってんの。創作は快楽なんだよ。創楽、そ,その前提に立って、その辛くて楽しいっていう状況に追い込まれているおじいちゃんをと取らないと、あれはね、あの、分かりませんでずっと行くよ。で、俺たち凡人にはわからない天才、そして狂人っていうものが画面に現れると、なんかちょっと、 撮ったよようううななな感じになるんだろうと思うんだだだろとと思けどいやそんなことその、あのー、普通の人だよ普通本当は本当は普通の人でどんな普通の人だって狂気と紙一重のところにあって創作っていうのはなんか別にそのねあのー、中学校のさ漫剣なんかで漫画描いててたってさ狂気になるよそりゃ同じだと思うよその日常画家とか言われてる人たちも時々狂気になってるはずなんだよな。だからそこが えー、特別な天才みたいなところにこう、狂気とセットにしてっていう、そこの人、思考停止が見てて辛いよなと思いました。だから、そこ分かってないんだったら職人に徹するべきなのとうか、えっ、ー、と、お仕事に徹して、取り手の、まあ、えー、恣意的なね、その意図的な何かっていうのを抑えた方が良かったと思うけどね。本当に。なんか、まずはだから、 ドキュメンタリー密着ドキュメンタリーっていうのはまあなんてつうのかなお前だったら話せるよっていう関係性がないああの状態じゃ取っちゃいけないかも,、まあ、もしくはあんた分かってないよって多分、まあ、俺はその誰が撮ったか知らないからあんた分か,んない分かってないよって言われるかもしれないけどんでも、まあ、あの時あの,あの少なくともあのドキュメンタリーで見せている宮崎さんの顔っていうのは心閉ざしてるというかお前には見せねえぞっていうか。 だから,だから昔のさなんか昔の映像で出てくる宮崎さんの方がなんか本音の顔をしてるっていうかねもうなんか本当にそんな感じがしましたよねああとね個人的にねあのドキュメンタリーで面白かったのはね宮崎駿さんの作業場の本棚ですよね多分話題になってんじゃないかなもう。 まさかの高橋千鶴前作品みたいなさなんか「国立坂」っていうさ映画ねまあ五郎さんが撮っておりますけどまああれもともとね宮崎駿さんがハマって「これいいね映画にしたいね」って言ってまあ結果的にあの息子が撮ったみたいな感じのやつでさでそれを描いてたのが高橋千鶴さんで「国立坂」。 見てないけど、あれは原作がいてねで、原作の人がなんかちょっと調べたら、もともとあのポ、ポルノとか書いてた人なのね、で、もともと左翼運動やってた人で、なかなかあの、ちょっと面白いですよね、骨太の,あの元前教頭が、えー、後にその、えー、エロの世界に入ってって、で、ポルノとか書きながら、まあ、最終的にその漫画の原作をやって、そこで、えー、仲良しっていうさ、少女漫画のさ、 まあ、王道少女漫画。えー、70年代後半ですね。80年代頭ぐらいの。あの、あの、高橋さんと組んで、えー、ヒット出そうっつって、国立小坂っていうのをね、書いて、これが、あのー、まあ、こけるんですよね。えー、打ち切りになっちゃうんですけど、その打ち切りになった本が、まあ、なぜか、えー、宮崎さんの手元にあって、で、それここの、も面白いんだけど、 夏にさ、なんか別荘かなんかで、休暇に行こうなんつって、えー、宮崎さんとその他の人たちが集まってて、で、その時に、一緒にいたのが、おしさんと、あんのさんと、あ、なんか、えっと、なんだっけな、まあ、すごい人たちですよ。すごい人たちで、休暇を取ってたというで、その時に、 なんか、めいっ子かなんかが置いてった仲良しがあって、みんな暇だから回し読みしてたとき、中に国立小坂が載ってて、これいいよね、なんつって、あったかい気持ちになるよね、なんつって。って言って、これじゃあいつか映画にしたいなんて思ったやつが国立小,小坂なんですけど、それを書いてた漫画家が、高橋千鶴さんつって、俺これね、あのね、覚えてんだよね。仲良しって、あの、おはようスパンクとか、80年代にね、ちょっとした、 そのブームがあるんですよ仲良しってでね,あのねその75年の、えーまあ、いわゆるその。 何て言うかな萩尾元さんたちのさやってたさちょっとインテリ系のさあの短尾系の、えー、少女漫画ブームっていうのがさバッとあった後にさよくあの北川が言ってたさ陸奥栄子さんたちのさオトメチック系っていうのが出てきてさまあどん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 砂糖増量していくわけ <laughs> 甘い話になっていくんだよねで、えー、その甘い甘い話がどん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 こういその増えていく中に仲良しっていうのはまあその一つのブームを作っていくんですけど まあもちろんリボンもそうなんだけど。まあなんか、大人の少女漫画っていうのと同時に、子供の少女漫画っていうのも流行ってくんだよね。その中にね、その、高橋千鶴さんっていうのが登場してきて、で、俺、あのー、たまたまなんか妹かなんかがきっかけだったかもしれないけど、妹はいるんでね、たまたま読んだんですよね、その、高橋千鶴の、あのー、佐藤蔵量漫画。あまりにもすごくて。で、でもね、 ちょっとね、思い出すとね、ジブリっぽいんだよな。ちょっと確かに。あの、わんぱくな、えー、思春期の男の子と、それから純粋な女の子が出てくるパターンの漫画がすごく多くて、で、あそこでね、その高橋千鶴のねたあの、少女漫画、コミックスがずらーって並んでて、うわーと思ったね。だからちょっとあの辺見逃してたなっていうか、ある意味、確信だよなと思って。 ああいうところあるよな、ジブリって。っていうか、あの、売れた理由の一つだよなと思うんだよね。なんかね、やんちゃな男の子と、それから純粋な女の子の、なんかその、あったかい気持ちにさせてくれるストーリーだったりするのね。宮崎さん、早夫さんって、すごいその、一方でさ、メカ、メカ好きでさ、で、まあ、ちょっと、えー、まあ、バイオレンスのものも書くし、あと個人的な、その、 政治的な問題とか、えー、それから、教習みたいなものもあったりとか、いろいろあってさ、彼の魅力って何色もあるんだけど、その中に、オトメチック漫画っていうのがあるんだなって思って、ああ、あるよなと思って。あの人の漫画のラブストーリーって、80年代前半の仲良しっぽいよなって <laughs> 思うと、ああ、こう、こういうことかと思って、 本当にさあそこささらっと言ってっけどさみたいなさ思ったけどね <laughs> お前もオタクになったなって言われてもしょうがねえなと思,思いますけどまあ,でもあとね、えー、あの作品ねテーマがねあの確かにその、えー、大叔父になっていくのかもしんないよでもね着地点だよね途中でなんかの憧れの高畑さんを失ってしまって。 で師匠を失っっててしまそそこで死者に会いに行くっていうパターンで、まあ、これもポニョとか、まああのまあ、その宮崎駿の定番でもあるよね失われた何かに会いに行くっていうか憧れの何かに会いに行くかってあれもそうだと思うよねあの風立ちぬで、えー、イタリア人に会いに行くじゃないですかあのだからイタリア人のデザイナーに会いに行ったりとかしてああいう,うさなんか自分のヒーローにさその会いに行くっていうかなあれはってなんか まあなんか芥川龍之介とかさなんか割と古典的だよねで宮崎駿にとってはさもう現世はさもう終わってて今いる人たちはもう逆に死者でで会いたいのはもう向こうに行っちゃった人なんだなっていう感覚があるっていうかその境界線にあるというか醍醐味はそこにはそこにあるよなとは思うわけですよねでそこでさ まあ、高畑さんが亡くなったっていうんで、まあ、そこが強く出るっていうさあーのー。っていうことはよくわかるんだけどじゃ,あじゃあそれだけかって言ったら全然違ってて君たちはどう生きるかっていうのはなんかその振り返って自分自身は一体何をしてきたのかっていうことを振り返っている中でね自分で自分を傷つけて俺は傷ついたんだっていう嘘をついたっていう少年の話でしょ。 俺は嘘をついたんだっていうさその罪の告白だったんだよね罪の告白なんだよあれってで、えー、それでもう一つ大きなテーマとしてもう一つの大きな罪は蘇生、ね、あの死者を蘇らせようとしたりとかあとは、えー、偶像を作ったっていうことねその偶像を生み出すっていうさ行為についてのさ罪とかさそういったことについてさ一個一個さちゃんと向き合ってんだよね何年にもわたって、 俺の人生っってて何なんだっていうとこで同時にもう一個すごくあの映画って強烈なのが生命の象徴としての鳥とかカエルとかインコとかああ,ああいったもののその執念だよね執念のように描いていく生き物のさ象徴としてのさなんかポワポワした白いものとかさ出てくるんじゃないああいうものとかさそ,そ,それのそのダイナミックなさその捕まえたり死んだり食われたりみたいなさ いわゆるさ、生命のさ、エネルギーみたいなものをさ、象徴するさ、ビジュアルがすごいいっぱい出てたよね。だから、あれね、死の世界ね、ベックリンを代表とするようなね、あの、死のイメージっていうのと同時に、生のイメージっていうかね、生命のイメージっていうのも同時に重なってたんだよ。だから、あれね、生と死がね、ものすごい勢いでね、まあ、なんつうかな、カオスの状態になっているっていうビジュアルイメージなんだよ、あの作品って。 大事なことじゃん、こういうのって,って。高畑さんに、パクさんに会いたいよ、なんていうところは延々やるんじゃなくて、その話、語ってもらいたかったなっていうのは、じゃあありますよ。だって、あの場でしか語らないんだったらさ、っていうのは、俺はちょっとあったなっていうのはね、ありましたよね。もうそんなこんなで、ちょっと、昨日はちょっと気分悪くて、あーってなってました。う本当に、特にあの、 過去のジブリ作品を使っていいからっつってかガン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 インサートしていく関連っぽくね誰かねちょっとねもう本当にまああの作品に出てくる人物は実あのモデルは誰々だっつって高畑さんに関しては、まあ、ヤンさんでもちらっと,チラッと俺喋ったかもしれないけどまあそうかもなと思ったけど多くをまあ 語るのはちょっとやめようかなって思って大叔父についてはねでえー、見事でしたあそこはねでまあそれでああそうだろうなと高畑さん亡くなってまあ大叔父は高畑さんなのはもう納得ですけど、まあ、その「あのアオサギが、えー、鈴木敏夫だ」っていう話に関しては鈴木さん自身が宮崎さんに確認して「そうじゃないよ」って言われたんだよねっていうのを。 もう配信してますからね。だから、まあ、そこ完全に無視するっていうか、え、じゃあ、その、そ,その、なんてうの、裏を取ってないのっていう、よくわかんないですよね。だから、俺はどっちでもいいんですよ。面白きゃいいんで。だから、俺は面白きゃいいから、あのタイミングで出てくるって手塚治虫の方が面白いなと思って手塚治虫なんじゃないのって言ったわけ。手塚治虫と一緒にその、えー、ワンダーランドに入ってってって死者に会いに行くっていうか、っていうのはすごく、 面白いし手塚治虫っていうのを同列にするっていうさそのなんかちょっと悪意を感じるとかすごい楽しかったってか面白かったんですよねあれ鈴木敏夫じゃそのまますぎて面白くないなと思って言ってるんですけど、まあ、実際のところ本人が「あれ鈴木さんなんだよね」って言ったのは俺あのドキュメンタリーの中で全く出てきてないしあのむしろそれをちゃんとはっきり言ってるのって鈴木さんのインタビューだけだから、まあ、配信だけだったからまあなんつろうかな。 な何とも言えないですよね,、まあねだ。ただ、あの、あれによって確定してしまうとつまんなくなっちゃうよなっていうふうに思いますよ。あの、余白があればこそなのでね。だから、答えをね、本人が言うならともかくっていう感じはしますけど。はい、あとね、あのドキュメンタリーをね、見た人の中でね、 さすがに焦る,ぞ焦るなっていうかもっと絵描きたいくなるなっていうのはすごくわかりますだからあれはあのー、創作のトランス状態に入って渦に渦を巻いている時の作家の発するエネルギーっていうのが映像を通じて伝わんだだ、ね、か俺も昔「その手塚治虫創作の秘密」っていうドキュメンタリーをまあずっと流しながら漫画描いてたのはそのエネルギーが欲しかったっていうかね っていうのはあるんですよねただね一個ね引っかかるのがねあの何もしてない時間も大事だってことなんだよね。<laughs> でああやってちょっと狂気の状態に入ってガンガンやってるところだけを見るとそれをしなきゃいけないって思うかもしれないけど案外そこは怠けでもあるのねガンガン書いてるからやってるんだっていう感じって実は楽なんだよね。作業だったりするからねある意味ね。 むしろね、書けないで苦しんでいるときとかね、一歩も動けないときにめちゃくちゃ頑張ってんだよね。それがクリエイターのね、一番の正念場であってね、ここにね、なんかちょっと理解が及んでないところがあって、えー、あれ見てね、なんか頑張ろうとかで、ね、言うのは全然いいんだけど、もう闇あたらに書きゃいいってもんじゃねえよって話 <laughs> なんだよ <laughs>。あのね、あの作品の良さはね、あの、君たちはどう生きるかっていうのはね、俺はどう生きたのかってことだし、 あのその先君たちに対して何を言えるのかっていうようなことのまあ集大成みたいな話でさでカオスでそのまんま投げてんだけどそのあのあの長さっていうのは試行錯誤のね葛藤の長さなんだよねつまりえー、アウトプットする瞬間なんていうのは大して時間かかってないんでねそこまでに至るまでに俺って誰だっていうね世の中って何だとかね 答えって何だとかね。命って何だとかね。そういったこと全部についてずっと考え続けてそれをビジュアル化していくっていうかイメージ化していくっていう過程っていうかな。これが大変なんだよ。で、この大変さと気持ちよさね。これは快楽ですからね。それについてなんかちょっと知ってもらいたいなとは思いましたね。何にもやってないからダメだっていうんじゃないんですよね。今書けない人は 書けなくていいんですよじタバタしてればいいのでそれがある時こうパーンと何かにこう奇跡みたいなのが起こっていきなりダーンって生まれたりとかするんであんませんなっていうかむしろ書いてるふりして怠けんじゃねえよっていうのはあるよね <laughs> それは俺自身にも言いたいんだよねむ,むやみやたら書いてる時は気持ちよくって書いてるからわかってないんだよねうん。 あーとですねこの間、あのー「100点の女って何だと思いますか?」って聞かれたんですよね。でちょっとこれなんかエッジの効いた質問で面白いなと思ったんですよね「100点の女って何か?」っつって何をもってして100点なのかっていうさ話ですよねこれってね。でさ非常に困りましてねこれに対してねだってその時によってさ自分も変わるし相手も変わるしね だからその100点の状態がその瞬間にあったっていうのはちょっとわかるんですよね。その <laughs>、えー、えパンクチュアルにね。<laughs> えー、あの瞬間は最高だった。あの時の君が最高だったみたいなさ。その時の100点をさ、まあ歌にしたりとかしてんじゃないの絵にしたりとかさ。してと思うんだけど、実際にその人そのものを100点か、50点か評価することはできないよねっていう話になっちゃいますよなうそういった評価みたいなものが あるると思っってててみんな生きてるっていうかそ,それはやっぱりなんか <laughs> いつも言っている評価主義のな,なんか弊害だなっていうかみんなそれで苦しんじゃうなとか相対的に見てるから100点なんだよねだから50点の人がいるから100点の人がいるみたいなさ感じでさだからそこ頑張ってでねそうするとやっぱり痩せてなきゃダメだとかさ肌が綺麗じゃなきゃダメだとかさまあルックスと、まあ、スペックだよねあのいろいろあるじゃないですかそんなこんなでさ みんんな怯えてんだと思うんだよ、ね、でもなんかその質問聞いた時点でなんかああもうこれ大変だなと思って逆にさじゃあ100点の男って何なんだって話じゃないですか <laughs> 100点の男って何ですかっつったらいろいろそれぞれおっしゃるんですけど一人の女性がその時の話の中で「あのー、私は60点でいいです」って言ったんだよね <laughs> 60点の男でいいですって言って100点はいらないって言って。 結構これ、やっぱいけてる発言だったな、すごく残ってましてね。<laughs> あの、それくらいの気持ちの方がいいよねっていうことですよね。100点相手に期待することの、まあ、デメリットって上がり知れないよなっていうさ、大体相手が不幸になるからね。最初の段階であなたは100点だと思ったけど、最近は75点よ、みたいなさ、そんなさこと言う人とさ、一緒にいたらさ、まあ、内臓が悪くなりますよね。 <laughs> まあそんなこんなで、えー、大変だよなと思ってたらなんかそのネットで話題になってるカップルがいて杉浦太陽さんっていう人と <laughs> 辻希美さんっていうさご存知の、えー、ウルトラマンとモー娘。えー、仲のいい夫婦が、えー、なんか一番人気みたいなさ理想のカップルとか言われてるらしいじゃないですかそこをさ彼らはさ、まあ、ブランディングしてさ 最高の二人っていうのを演出してんのはさ、まあほ、ほとんどの人は分かっているとは思うんだけど、その中でね、杉浦くんが、その、妻に言われたことは、数秒でやるっていうさ、言われたことはすぐやるとか言っててさ、太陽くんだって疲れてる時あるよねってあるよね、<laughs> そのね、今日は喋りたくない日もあると思うんだよね。だその、彼,彼の,その筋トレしてさ、その、爽やかな笑顔でさ、 妻と手を繋いでますみたいなさ、そういう画像がバンバン上がってきますけど、男ってそんな単純じゃないし、そもそも人間ってそんな単純じゃなくて、今日はもう誰の顔も見たくないみたいなことがあるのは普通じゃないのどんな人間だって。だから、太陽君に太陽になれって言ってんだと思うんだけど、太陽は太陽じゃないからね。あの、闇の部分だって絶対あるしさ、暗い欲望だって絶対抱えてるわけだよね。 しんどいだろうなと思って、まあいいんですけどね。でもそれが、僕はそれがやりたくてやってんですとかさ、それが好きなんですとかって言いそうだけど、それは別に構わないんだよね。だけどさ、それがいいですねって言ってる人たちについても、そうですねってさ、別に全然ケチつけるつもりはないんだけど、問題はさ、体力みたいな人もいるんだよ、みたいなこと言う人が彼女だったら大変だったと思うね。その奥さんとかさ。うちの旦那こんなひどいってさ、 杉浦太陽を見習えみたいな話でさ結婚しても油断しないでいつも爽やかで筋肉がバキバキでえ絶対優しいんだよみたいなさそれがいいって言ってんだよなんつってさそれさパブリックイメージだからね作り込まれたねそういったことで勝負する時代ですからねだからまあほとんどの人は分かってると思うんですけどね杉浦太陽が。 本当は苦しんでんじゃないだろうかなって思いながら、えー、見てたりするんじゃないかなと思うしさ、まあ、そうなんですが、えー、いつの時代もありますよね、そういうのね、なんか、あのー、羨ましそうに見せるっていう商売があってさ、で、それを見たさ、奥様方がさ、まあ,あ、あいう人もいるんだよ、なんつって、それに引き換えうちの旦那はとかさ、それに引き換えうちの妻はみたいなさ、そんなこんなんでさ、まあ、いいんですけど、<laughs> でも、 さて、まぁちょっと関連するかどうかわかんないけど、トーク力の話なんだけどさ、どうやったらトーク力上がりますかって話、まあいろんなところでされるじゃないですか。で、俺、ヤンさんとかディスカバリーでも、まあ、こういう話題結構しますけど、あの、誰かが言ってたんですよね。恋人と喧嘩するとトーク力が上達するよっていうことを言ってる人がいて、これ何人か言ってんだけど、俺もう本当にそう思うんだよね。 あのー、お互いに嘘を抱えててお互いに不都合な何かがあってそこで口喧嘩になった時に、ね、脳みそってフルスロットでその言語に走ると思ってて言語脳がねいかにそのそのまあディベートですよね相手を屈服させるためのえー、ヘリクスを並べるかみたいなさそういった回路がガーッて動くんだろうと思ってねそれ言ったよねみたいな絶対返ってくるから やっぱそ、その時に、まあ、その論理のすり替えとかさ、えー、誇張とかさ、あと棚上げとかさ、そ、その、それ、それらさ、そうそう、なんかあの、ね、あの話題のね、インフル、インフルエンサーじゃねえか、えー、まあ、氷河期世代のさ、その、偉そうにしてる人たちいるじゃないあの、なんとかええもんとかさ、ね、何ゆきとかさ、そういう人たちってさ、まあ、なんかたくさん喧嘩してたんだろうだと思うんだよね。 恋人とあ恋人じゃないかもしれないけどねとにかく喧嘩してた人たちのトークスキルっていうのは高いよなっていうしかもさなんか彼女とかさ奥さんとかさなんか今後の,さその自分の暮らしにさ直接関わってしかも逃げ場がないっていうかさ喧嘩って逃げられんだよね基本的にねでもだから一緒に暮らしてたりするとさ逃げられないよねっていうとかねあとはんだろうなえ口、ー、説いてる最中とかさ そういう時もさ、なんか多分、トーク力ってさ、磨かれてるんだと思うんだよね。うまいこと言う、うまいこと言うね、みたいな。<laughs> うまいこと言ってんのがバレるね、みたいな。うまいこと言ってない感じに、うまいこと言うとかさ、<laughs> 何重にも、トークテクニックがね、こう鍛えられるっていうかね。まあ、そんな、そんなこんな思ったりなんかするわけで、ね。で、相手が100点だとさ、トークスキルも磨かれないよねっていうさ、だ若い頃ほど、 タッチの悪い相手と付き合って、いや、面倒な喧嘩,し喧嘩とかして、必死になって、言語のを鍛えたらいいんじゃないのみたいなさ、<laughs> そんな、そんなふうに、ちょっと、ええー、思いましたね。はい、ま、あと、なんか、この話、あれなんですけど、年末の飲み会いっぱいあるからさ、その中でいろんな人と話すんだけど、やっぱり、うん、なんか、女性はね、あれ、あのー、まあ、男もそうかな、今も変わらず、その、相手にさ、 永遠を求めがちだよね。永遠なるものをね。それもよく分かんないよね。その変わらないでほしいっていうのはあるけど、でも、あの、本当に在庫の瞬間ってその瞬間でしかなくて、それを、それを抱えて、思い出にして、大事にして、なんとかやり過ごすみたいなさ、今この瞬間っていうのはやっぱり大事にしながら生きていくっていうのが、これがまず大事なんだろうな、今どうなのかっていうさ、今どうしたいのかっていうさ、なんか、この先のことでさ、この先が不安だからとかさ、 この先も一緒にいてくれるのとかさ、なんかそんなこんなでさ、なんか相手を苦しめるよりは、今この瞬間っていうのを大事にした方がいいよねって話も、まあ定番ではありますが、毎、え、年、ー、のことながら思ってしまう年末であります。はい、えー、あとね、最後にね、なんかあのゴミ系が。 もう終わりなんじゃないかっていう記事を、え、ちょっと見たんですけど、あの、早稲田のね、研究会の人がね、えー、コミケなるものの、ここ数年間のデータをずっと研究してって、それで、かつてのコミケっていうものが、もう分散してしまったっていうのかな、もう大きな話でね、赤ブーって言われる <laughs>、なんかよく知らないですけど、女性たちが、えー、集っている、 えー、このキャラとこのキャラが組み合わせて、えー、この本です、みたいなものに特化して、えー、サークルをね、こう並べて、みんなでそこで盛り上がってるところが、ね、異常に盛り上がってて、大量にその女性たちがコミケからそっちに流れてるよっていうのと、えー、あと配信っていうことが、まあ、誰でもできるようになったので、そのコミケでなければいけないんだっていうことがなくなってったって話と、 まあ、あと、ニッチなものが、だんだん薄味になってか、その、ニッチなものがコミケから減ってる。まあ、ニッチっていうかね、ニッチ、その、行かれたものがね、っていうものがコミケから減ってるみたいな、いろんなデータが上がってて、なるほどな、とか、ある種、その、一つの時代の終わりが来ているんではないだろうかっていう、その、え、ー 話でししてねこれちょっととなななんんかか面白いなと思い思ましたなんかその趣味が多種多様化してしまってまあ,あ一つのところで収まらなくなったなっていうことの時代の中で本来はコミケってすごく良かったはずなんですけどね。ところがなんかその行ってみたらなんか面白いものがあったなみたいな出会いよりも私はこれが欲しいんだっていう風に特化して人々が動き出した時に。 やっぱりその行っても私の欲しいものないからなと思って情報がはっきりとああの分かっ可視化されてるところでやりづらくなったんだったなとは思うよねだこれもなんかあの本屋さんの衰退とちょっとかなその重なるところあって偶然な出会いがなくなっていく感じはちょっとあって寂しい部分はありますよねなんか行ってみたらこんなものもあるんだっていうことを体験しに行く場所っていうのが。 えー、減っってていいくのかなっていう気もすするんですけど、まあ、ただ全、まあ、ては過渡期なんでねある意味その一つのコミケという形が、えー、何かに変わっていくっていうかで既、まあ、に、えー、別のものがね特にすごいのが VTuberVTuber の同人誌っていうのが、えー、コミケで賑わってるんだけどまあ何かでも、あのー、東宝とか、まあ、カンコレとか からもっと前にはそのいろんな時代があってさそれこそさキャプツバの時代からさえまその今これやったら人気出るよなみたいな感じのその同人誌を作ってでひ儲けするっていうあのまあ時代があったんだっていうそれが飽和状態になっていくっていうのはちょっとわかるところがあってなんかそれこそ狂気がない。あのー この作品に熱狂的に自分はハマってると。で、そこに自分のその誰にも理解できないような性癖が入ってくるというか、そういったところで生まれてくる狂気みたいなものが、あの祭りにはあったんじゃないかなという気はしますよね。そこをちょっと早稲田の人たちはちょっと指摘してて、ちょっとここは鋭いなと思いました。だから、やっぱり、 カッキーも言ってましたけどヒットする何かっていうのはやっぱ狂気がないとダメなんだっつって狂ってなきゃダメなんですよ山田さんってすごく言われてたんだけどでも狂ってなんか仕掛けて狂えないよね本当に好きでその創作の快楽にのめり込んでよくわかんなくなっていくっていうか、ね、その社会のことがよくわかんなくなってくるとかちょっと社会的におかしな人になっていく状態の時に生まれてくるんだと思うそれが面白いんだよね 本質的に漫画の魅力ってそういうところにあって、狂気にあって、それがなんか、あ、みんなが売れる、みんなが喜ぶもの、みんなが受けるもの、みたいなところになりすぎると、ね、えー、<laughs> つまらなくなって、えー、また全然違う仕様になっていくっていうことなので、まあ、それもなんか、怒ってたんじゃないかなという気はしますよね。ただ、なんかまあ、島本さんのね、配信なんか見てると、 あとちょっとで冬込みだみんな頑張ろうなんて言っててあそういう文化もね悪くはないよなと思ったりはしますよねはい <laughs>、はい、そんなわけで、えーまあ、ディスカバリー・レジ・チャンネル今ねあれですよ僕はあのまた例のごときもどっぷりと創作活動に入ってるんですけど絵を描いてますけどあの同時に SF の研究もやってますから、ね、今はのそのもういいやと思って。 ここは踊いってやれと思って。まあ、いろいろ読みながらですけど、あのー、アサシー・クラークの2001年宇宙の旅の、えー、最初のね、小説版。うん、そっから行こうかなと思って。次はね。<laughs> だから、ボネガットの後はアサシー・クラーク。アサシー・クラークとボネガットの話、先週してたけど、まあ、面白かったんで、まあ、どういうふうに見てたのかなって言って、その時代ね、えー、月に行く、人類が月に行く直前に書かれてるっていうさ、 その,の2001年宇宙の旅っていうものはどういう SF だったのかっていうか,でど,ういうかどういう視点でそれを見てたのかっていうねえ、えー、ちょっとその辺のところを、まあ、ちょっとおいおいまた、えー、やっていこうかなと思っておりますはいそんなわけで今週の「ディスカバリーレイジチャンネル」は以上ですはい皆さんお元気でおわりにそのへんよ T.A.M.O.M.D.0 時でしたた 言葉しか「出てこないけど」「あなたのこと愛してる」